それ換気扇です、はい、あ、換気扇天井になります。これ天井、はい、ちっちゃい天井最初の走れのなんかのおもちゃみたいな。一応フレームと一応そこに立てる、うん、壁も兼用で補強になるんで、うんうんうん、あんまり重たいほうが天井が下がってくるんで、うん、そんなに開ける必要は何なん？開けるというか、たぶんもともとね、これ上にあのバスリブっていうのを貼ってあったと思うんです。バスリブ、うん、うん、天井があって、うんうん、でその上はあの普通の家の部屋と一緒で空間になってるんで、うん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 、もしもともとのその家建てられた時にここも天井されてたら、うん、ちょうどこの横にありますよね。ここでは多分天井出来上がってると思うんです。それをわざわざ使えんとこう空間作ってるんで、うん、まあ、ただ広く見えますけど、見えるだけのことで、うん、でもカツカツにはせえへんねんな。そうです ね湿気の関係とか、近から入りやすいとか、こっち側でもだいぶ、うん、関西の方でも建物変わってますからね大幅に変わったんは何？一番はやっぱり地震対策からですね。通売方が一番、うん、こうなってきた。そうですね、一番あの関西大震災の時に家倒壊せんかったんが数倍方が多かったっていうのがあるんで、ああ。普段もう釣り立てるんだったら絶対数倍方。ああ、でもね、それに対して今いろんなハウスメーカーさんでもそうですけど、あの電信とか名信でこう柱にダンパー入れて受け物にあって、うん、補強する仕組みとかいろいろ出てますからね。